クスリストは JVC ケンウッドがケンウッドブランドで2004年から現在まで販売しているプレミアム系ミニコンポのシリーズ名である。前身となる1993年から販売されていた KS シリーズについても便宜上この項目で記載する。ケンウッドが長年培ってきた Hi-Fi 技術を活かした高音質を特徴とする。 プレミアムミニコンポとして2004年11月に発売された。現在はケンウッドのホームオーディオ製品の基幹モデルとなっている。カタログではアコースティックサウンドシステムとも表記されている。以前のモデルには設置環境が理想的でない場合においても付属のマイクによる測定結果をもとに音上を改善するオートルーム EQ という自動音上補正機能が 搭載されていた。2006年以降の製品では、CD や圧縮音源の再生時における広域保管技術として、Supreme EX という機能が搭載されている。さらに、2013年以降の一部機種には、旧日本ビクターがビクタースタジオと共同開発した高音質技術、K2 テクノロジーを搭載したコンポも登場している。K シリーズのブランド名は、 1970年代にトリオ時代に販売していたコンポーネントステレオのシリーズ名として使用されていた経緯がある。KS は現在のクスリスの前身となったミニコンポのシリーズ名。同社のローキシーやアローラとは異なる高級モデルとして開発され1993年から販売されていた。ありがとうございます。